この動画は吉田製作所の自腹でお送りします。自腹で商品提供を受けたステマレビューが蔓延しているピクセル 7A、 YouTuber インフルエンサーみんなピクセル 7A もらってるでしょ。 Google さん吉田にはくれないんですよね。なので自腹で Google の最新スマートフォンピクセル 7A をレビューします。 Google が新しく発売した廉価グレードのスマートフォンですね。吉田が購入したピクセル 7A は数量限定版のレッドエンターテインメントパックです。12ヶ月分の YouTube プレミアムが付属しています。これめちゃくちゃお得ですよね。 YouTube プレミアムって1年分で1万円ですからね。1万円分、しかも純正ケース3000円相当も無料でした。 Apple と違って Google さんってサービス精神旺盛なんですよね。さらにですよ、 Google の直売ショップで使える1万円分のポイントももらえました。これやばいよね、どういうこと。そして価格はなんと税込み 62,700円です。さっきのおまけを考慮すると実質 48,780円です。お得すぎでしょう。しかも廉価グレードなのに上位モデルのピクセル7 Pro と同じ CPU のテンサーマーク2を搭載。廉価グレードだから安い CPU、 そういうわけではありません。でレッドエンターテインメントパックなので当然色はオレンジ。そうなんですよね、 YouTube プレミアムがついているのはこのオレンジのみ。まあ個人的にはかなり好きな色なんですが、どうなんですかね。発見はしやすいですよね、どっか行きにくい。他にも無難なグレーとホワイト、そして淡いブルーもあります。なんか Google ってこういうポップなデザイン好きですよね。付属品は USB-C ケーブルと iPhone からデータを移行させるための USB-C-USB Type-A 変換コネクターです。あとは SIM ピン、ちょっとした説明書、ステッカー入ってないんですよね。 Google ってステッカー微妙に欲しいんですけど、ピクセルって何気にフェリカ搭載してるんですよね。あとセンサーの位置が上の方なのもいいですね。 Suica とか Quick Pay とか ID とか使えます。ピクセルの末尾に A がついてるシリーズのいいのはサイズが小さいところ。無印7や7 Pro より一回り小さい 6.1 インチなんですよね。ギリギリ片手持ちできるかなってくらいのサイズ感です。でもなんか重たいですね。これ 193g なのでめちゃくちゃ重いってわけではないですが、軽量とは言えません。一つ前のピクセル 6A は 178g だったので 15g ぐらい増えてますね。吉田が世界最高のスマホだと思っている三星電子の銀河シリーズの旧型 S22 は167g しかありません。吉田が銀河をメインに使っているのはハイエンドなのに軽量だからなんですよね。多分プラスチック製だと思いますが、ポップな色合いで塗装が優秀なのか安っぽくは見えないですね。 Google といえばこの謎のバーデザインなんですが、正直あんまりかっこいいとは思わんけど、アルミなので質感はかなりいいです。 6A の方はこの部分がプラスチックでした。出っ張ってる部分がプラスチックだと割れるリスクがあると思うので、まあ単純に金属になったのはいいと思います。 6A と 7A ってほとんど同じようなデザインなんですが、ここは金属になっただけでかなり質感高く見えます。ちなみに 6A と 7A ほぼほぼ同じサイズ感です。厚みもほぼ一緒です。カメラの出っ張りはほとんどありません。なぜならこのスマホは廉価グレードなので、カメラの性能が上位モデルより劣ります。このバーデザインのいいところは安定性がいいところですよね。机に置いてもガタつきません。 iPhone とか端に寄ってるので安定性がないんですよね。ジューン。周囲は本体色に合わせたアルミ製、 SIM は1個のみでマイクロ SD カードには対応していません。本体容量は 128GB のみです。 SD がーって人は他の機種を買ってください。まあ私はクラウド派なので必要ありませんけどね。ちなみに Pixel 7A の最大の進化ポイントはドコモの主力 5G バンドである N79 に対応しました。上位モデルの Pixel 7 Pro ですら対応してないですからね。この N79 って世界的に見て、まあドコモくらいしか使っていないらしくて、ほとんどの SIM フリースマホを対応していません。なのでドコモ系の格安 SIM を使っている人にはこの端末いいかもしれません。最近絶滅したイヤホンジャックは当然ありません。個人的にピクセルシリーズの最大の欠点だと思っているのがここスイッチの配置。ずっと文句言っていますが、普通の Android スマホと違うんですよね。電源と音量が逆、マジ意味わかんねえんだけど、何がしたいの。嫌がらせですか。電源ボタンを全く使わないって人もいるので、こっちの方がいいっていう説もあるんですが、吉田的には電源ボタン多用するので、この配置はマジでイライラです。届かないんですよね。届かない、当然というか普通ですが、ギャラクシー銀河は下側に電源ボタンです。
複数台持ちしていると押し間違えるんですよね、逆だから。ちなみに Pixel 6a よりはちょっと下の方にあります。ボタン配置微妙に違うんですね。無料でもらった3300円の純正ケースは、まあ普通の透明ケースですね。謎の印刷は暗号になってるらしくて、解読しろって書いてありますが、まあ吉田は何なのか分かんないので、分かった人はコメント欄へ。Google ストアオリジナルらしくて、googlestore.com って文字が入ってます。このタラでもらったケース、まあデザインは別として結構良くて、裏面の部分はハード、周りは TPU っぽい柔らかい素材でできています。裏面が硬いとバンカーリングを貼り付けても剥がれないのでいいですよね。あと周りが硬いと指に食い込むので、周りだけ柔らかいのはいいです。二種混合っていいですよね。まあ吉田的美的感覚的に言えば、プレステっぽい謎の暗号が印刷されているデザイン、あまり好みではありません。やっぱり本革がいいですよね。本革ケースマジで質感いいから、本革ケース買おうかな。どうなんですかね、剥き出しで使った方がいいかな。さすがに 225g は重たいです。実は撮影中に事故があって、今撮っているカメラの設定がまさかのマニュアルフォーカスに切り替わってしまっていて、ピンボケ動画を量産。実はこれ2回目の撮影です。だからちょっとめんどくさくなって、若干適当になっているところはご了承ください。2回目の撮影なので、セットアップは完全に終えた状態です。ジューン。まず地味にいいポイントとしては、暗証番号入力画面が画面の下の方にあります。まあこれすげえ地味な話なんだけど、上の方にあると指届かないんですよね。酸性電子の銀河もなんか上の方にあるんですよね。吉田がスマホで最も重要な機能はロック解除だと思っています。性能がいいとか悪いとかそういう以前に、ロック解除がポンコツだともうイライラ感がやばいですからね。一番使いますからこの機能。 Android 端末といえば画面内指紋認証、 Pixel 7a も画面内指紋認証を搭載です。正直 Pixel の指紋認証って酸性電子の銀河に比べると性能悪かったと思うんですが、こいつはめちゃくちゃ反応いいですよね。超音波式ではなく性能は劣ると言われている光学式なんですが、まあ、十分速いですよね。まあもっと速い端末はあると思うけど、まあ、不満はない程度に速いと思います。おお、顔認証速くない？こんな速かったっけ？いいよ。おお、速っ。旧式の Pixel 6a は指紋認証のみでしたが、 7a は顔認証も搭載しています。これがねめちゃくちゃ速いです。指紋と顔を両方有効にできるので、顔認証が認識しないときに指紋を使う、まあ、そういう使い方も可能ですね。もちろん iPhone のような顔認証専用センサーを搭載しているわけではなくて、インカメラを使った簡易式なので、暗いところでは認証できません。 iPhone は真っ暗でも認証するので、顔認証は iPhone の方が明らかに優秀です。画面内指紋認証の最大のメリットって、机の上に置いた状態でもそのまま解除できること。持ち上げる必要性ないんですよね。これが地味に便利。吉田 iPhone も併用して使ってるんですが、 iPhone の最大のムカつくポイントは、顔認証に失敗してもなかなかこの暗証番号の画面が表示されないところ。これ投げ捨てたくなるくらいイライラしません？手動で表示できないんですよこれ。ピクセルの場合というか、 Android 大抵そうだと思いますが、上にスワイプすると暗証番号入力画面を表示させられるので、これだけでも神だと思うわ。話は変わって、 Pixel 6a と Pixel 7a はパッと見わからないくらい同じ。画面のサイズ形状は全く同じじゃないですかね。これは安いスマホあるあるですが、若干下の部分の縁が広くて均一ではありません。全体的にやっぱり縁は広いですね。高級な端末ほど縁って狭いので、やっぱり狭くするのにはお金かかるんでしょう。画面の見た目は一緒なんですが、 6A から 7A 大きく変わったところ、そう、 90Hz に対応しました。吉田は 60Hz でも別に問題ないと思っているんですが、これは嬉しいと感じる人結構いるんじゃないでしょうか。 90Hz にすると、素早く動かした場合に指への追従が明らかに良くなります。吸い付く感じが良くなりますね。あとは残像も減ります。もちろん描写の回数が1秒間に60回から90回に増えるので、電池の持ちは悪くなります。どうですかね、個人的には電池の持ちを優先して60でいいかなと思ってる派。そういえば言い忘れていましたが、どちらも有機 EL OLED です。ゆっくり動かすとより分かりやすいですが、 7A の方が明らかになんか追従性がいいとか吸い付きがいいですよね。あともう一つの進化ポイントがあります。 6A はワイヤレス充電できませんでしたが、 7A はワイヤレス充電に対応しました。こういうところで地味に重量がかさんで重たくなってるんでしょうね。どうですかね、位置は結構シビアかもしれません。ただし iPhone のようなマグセーフのようにくっつくことはありません。マグセーフ地味に便利なので、 Android も対応してほしいですよね。確か有線の場合は最大 30W だったと思いますが、この時は 22W で充電していました。これは 6A もですが防水です。ジューン。いけ、自作 PC ケースにするってのは誰しもが防水。
性能面をもう少し見ていきます。スピーカーはステレオでした。安いスマートフォンのように右側らしか音が出ないとかそういうことはなくて、ちゃんと両側から均一に聞こえます。あと結構でかい音が鳴りますね。有機EL のモニターはすごく綺麗なので不満はありません。性能を見るのに一番わかりやすいのがブラウザのサクサク感です。最近のウェブサイトってめちゃくちゃ重たいので、安いスマートフォンだとめちゃくちゃもっさりするんですよね。左は最高性能の iPhone 14 Pro Max です。どうですかね、ほぼほぼ変わらない程度の速度で動いてるんじゃないでしょうか。 Pixel 7a は廉価グレードとはいえ、上位モデルの7 Pro と全く同じ Google 独自開発の Tensor G2 プロセッサーを搭載しています。まあ、Tensor G2 ってサムソン製の CPU のカスタマイズ品らしいですが、まあまあ性能高いんですよね。同人をしているのでどうしても回線の奪い合い、回線速度の奪い合いが生じて、まあ、差は出てしまうんですが、いい勝負していると思います。まあ、ただね、ちょっと iPhone のが早いかな。まあ iPhone 14 Pro Max 20万円以上するので、まあそりゃちょっとぐらい早くないとね、ふざけんなって話だわ。あと地味に Wi-Fi の性能が優秀ですね。 1GHz 超えてるんですけど、 1.2 Wi-Fi で 1.2 スマホで 1.2 はやばいよね。皆さんが気になるであろう Google にウイルス判定されているアンチツベンツマークを無理やり入れて回してみました。左から 6A、7A、酸性電子の銀河 S22 です。銀河 S22 はパチジェン1なので、パチジェン1は一世代古いハイエンド CPU です。残念ながらパチジェン2、最新のパチジェン2は持っていません。ベンチマークの実行シーンでも違いがわかります。 6A は若干カクカクしていますよね。 7A は明らかに滑らかです。 7A と銀河は正直違いはほとんどわかりません。そんなに変わんねえのかなと思っていたんですが、思った以上に違いがあって少しびっくりしています。結果としては 6A が66万、 7A が69万、銀河が81万です。なんか低いなと思ってもう一回測ってみました。アントゥトゥベンチマークあるあるですが、なぜか2回目は数値が上がるんですよね。 6A が65万から68万、 7A が69万から73万、銀河が81万から85万、上がりすぎでしょう。スナップドラゴンパチジェン1に比べると若干劣りますが、まあ値段を考えれば十分高性能ですよね。注意としてはピクセルシリーズはゲーム精度もちょっと微妙って言われています。吉田はそういうガチの 3D ゲームをスマホでしないタイプなので評価できませんが、スナップドラゴンの最上位パチシリーズには劣るそうなので、ガチ勢はパチジェン2か iPhone を買ってください。まあゲームはするけどガチ勢じゃないんだったら悪くない選択肢だと思います。安いしね。気になる点としては酸性電子の銀河シリーズなどに比べるとやっぱり作り込みが多少甘いですね。まあピュアアンドロイド的なことを言えば、なんか聞こえはいいですが使いやすいとは限りません。例えばアイコンは4列、銀河だと最高5個まで置けるのでいっぱい表示できますね。グワンで出てくる通知画面もこれ Android 標準のままなんですが、これも嫌いです。まあこれは皆さん薄々思ってると思いますが、アイコンが小さくてどれがどれなのかよくわかんないし、文字がねこれグワーってスクロールしてるんですよ。昔の Android はこうじゃなかったんですけどね。酸性電子の銀河は Android を魔改造しているので全然違います。こっちのが明らかにパッと見で分かっていいんですよね。しかも設定のボタングワン2回すると下の方までやってくるので指が届きます。銀河シリーズね、マジで作り込み半端ないですからね。履歴すべてクリアが一番左にあります。 iPhone はそもそもクリアボタンなんてないので、あるだけマシといえばマシなんですが、グワンって毎回やらないといけないんですよね。銀河は常に表示されているのですぐに全てを消せます。まあその他にもいろいろ思うことあるんですが、今回は時間がないので省略します。っていうかめんどくさい。正直同じ値段だったらガスより銀河を買いますね。でも銀河高いから、銀河高いんだよ、ガスの方が安い。まあそこまで致命的でもないので値段を考えればガスをありかな。あと HDMI 出力できるのかなと思って試してみたんですが、多分できなさそうですね。もしかしたらできるかもしれませんが、やり方わかりませんでした。ジューン。一応最後にカメラをテストして終わります。 Pixel 7a が安い理由はカメラ性能、カメラのスペックを多少落とすことで大幅にコストダウンをしています。正直最新の iPhone とかに比べると明らかに見劣りするスペックです。まあカメラなんてそこそこ撮れれば十分だよって人は結構多いと思うので、まあそこをどう考えるかですね。Pixel 6a と 7a で大きく変わったことは画角です。メインカメラはほぼ同じなんですが、超広角カメラが全然違うでしょ。6A が 0.7倍、 7A が 0.5 倍です。全然違います。 iPhone 14 Pro Max とほぼほぼ同じような価格を実現しています。静止画だと 6A でもいいかなと思うんですが、動画にするとやっぱり 6A は狭くて 7A が欲しくなります。動画って16:9ですし、手ブレ補正が必要なのでちょっとクロップしたような状態になるんですよね。
あと 7A のいまいちポイントというか制限事項としては 4K60p はメインカメラでしか撮れません。広角カメラは最高で 4K30p まで、フル HD60p はどちらでも撮れます。それは少し注意が必要ですね。これが実際の映像、超広角カメラを使用してフル HD で撮影してみました。撮影部屋は相当明るいので3機種で大きな違いは見られません。解像感には大きな違いはないと思うんですが、色合いはちょっと違いますね。ピクセルはどっちかというとニコンやソニーのちょっと青っぽい感じ、 iPhone はキャノンやパナソニックの温かい感じがしますね。手ブレ補正はどの機種も十分効いていて不満はありません。この階段、小さな照明が1灯しかないのでかなり暗いんですが、正直どれも画質はあまり良くないですね。ピクセルは解像感が残っていますがノイズがかなり多いです。一方で iPhone はノイズが少ないんですが、画像処理でノイズリダクションを思いっきりかけてるためか塗り絵みたいにのっぺりしていますね。さらに暗い吹き抜けの部分です。正直 6A と 7A 大きな画質の差は感じませんでした。同じくらいだと思います。一方で iPhone は明らかにピクセルよりノイズ感が少なく、解像感も高くてワンランク上の画質、そういう感じがします。もちろん明るいところでの画質は大差ありません。一方で暗いところに行くとやはり価格なりに画質の差が出てくる、そんな感じです。より画質のいいメインカメラに切り替えました。正直これも 6A と 7A 大きな差は感じません。どちらもノイズが多くて木目は塗りつぶされていますね。 iPhone も画質は大きく落ちてはいますが、木目がはっきりしていてノイズも明らかに少ないと思います。価格が違うから差が出るのは当然なんですが、パッと見大きな差があるかって言われると、まあ正直小さな画面で見たら多分わからないと思います。 YouTuber 的にはできるだけカメラの画質はいい方が嬉しいので iPhone を使いたいなって思いますが、そんなに撮影しないなら全然 7A でも十分かなって感じます。正直これでも十分 YouTube に使えるでしょう。 7A でももはやこういう明るいところでは差なんてわかりません。ただし 6A と 7A 解像度が違うんですよね。 7A は6400万画素、 6A は1220万画素です。同じような高感度性能なのに解像度は 7A の方が5倍以上上なんですよね。解像度が高いとデジタルズームに強くなるので、遠くのものを撮る場合は 7A の方が圧倒的に有利だと思います。これはおまけの検証ですが、充電しながら 4K60p で動画を撮影しました。11分で止まりました。長回しするならフル HD までだと思った方がいいですね。でまとめですが、 iPhone のような最高性能を目指したような製品ではなく、ピクセルはどちらかというとやはりコスパ優先の製品だなと改めて感じました。性能は上の下ぐらいの性能はあって、多くの人にとって不満は感じないと思います。あと5年間のアップデートが保証されているので長く使いたい、そういう人にもおすすめです。またドコモの N79 バンドにも対応したので格安 SIM で運用する端末としても優秀です。指紋認証も顔認証も早いですし、カメラの性能はまあそこそこですね。最高の性能を求める方は20万円の Xperia でも買えばいいと思いますが、コスパ優先だったらありです。中華は嫌だとか韓国は嫌だとかそういう思想の人も多いでしょうから、そういう人の選択肢としてはいいと思いました。ちなみに吉田は実質4万8000円ちょいで買いましたが、動画時点でこのレッドパック在庫切れらしいので、まあ、買うときはご注意ください。よく調べてから買ってください。